ソニーによりますと電子ベースの5%賃上げはボーナスと基本給にあたるベース給を合わせたものです2018年3月期の営業利益が20年ぶりに過去最高を記録しその好業績を反映するということです労働人口の減少で人手不足になっていてソニーも人材の確保が難しくなっています このためソニーは固定費の増加につながるベース給を引き上げてでも優秀な人材を確保する狙いがあります。